なにわ男子、西畑大吾と読売テレビアナをつなげた、共通の知人にインテリタレントが浮上。平成1年有利も絡んでくる。なにわ男子の西畑大吾、26、が大阪、読売テレビの足立加穂アナ、24、と熱愛中だと、8月10日発売の、週刊文春、文藝春秋がスクープした。記事内に登場する足立アナの関係者という人物の証言によれば、足立アナがまだ大学生時代、共通の知人を介して知り合ったという。二人を結びつけた、共通の知人は誰なのか。絡みがあるのではないかと言われているのが、同じジャニーズの人気グループ、平成、ジャンプの知念優里、29、と親しいとされる人物だという。西畑は2022年8月23日に更新した、なにわ男子公式 YouTube チャンネルで、自身の相関図を紹介する際、親しい先輩として知念の名前を挙げている。知念さんとは前年、つまり21年末頃から親しくなったとのこと。西畑さんは、共通の知り合いがいてとした上で、知念さん側からラブコールをしてくれていたことを明かしている。それ以来、ドライブや食事に行くほど親密な関係になったようです。その後、22年11月17日放送のラジオ番組、平成、セブンウルトラジャンプ、文化放送で、今度は知念も、西畑との関係が始まったきっかけとして、共通の友人の存在に触れた。知念さん本人が西畑さんとつながりたかったのであれば、僕が仲良くなりたくてという言い方になるでしょう。でも知念さんは、僕の仲いい友達と大我も仲良くて、そこで会ったりした時に楽しいとか、好きになってと話していました。西畑さんについては後輩として、可愛いといい、また事務所の先輩である嵐や大人気ユースーバーグループ東海オンエアなど、好きなものが似ているという共通項も多く、話が合うようです。西畑と知念をつなぐ、共通の知人とは、そして二人ともが挙げる、共通の知人について、スポーツ紙デスクは、モデルでキャスターのトラウデン直美さん、24、ではないかと囁かれていますねと話す。トラウデンは、2013ミスティーンジャパンでグランプリを受賞し、モデルデビュー。京都大学のドイツ語教師で、中世ヨーロッパの研究者でもあるドイツ人の父親の影響から政治に興味を持ち、慶応義塾大学法学部政治学科へと進学。22年に卒業すると、現在は、ミスター、サンデー、目覚まし8、ともにフジテレビ系、日経ニュースプラス9、BS テレ東など報道番組にも多数出演している。トラウデンさんといえば、21年6月10日発売の、女性セブン。小学館で知念さんとのお泊まり合いがスクープされましたよね。そして、トラウデンさんはお母さんも上智卒、アメリカ大使館に勤めていたことがあるというインテリ一家のサラブレッドなんですが、実は足立アナと同じ同志社国際高校の同級生なんです。足立アナはシンガポール生まれで、小学3年生から中学2年生までアメリカで過ごした帰国子女。京都市にある同志社国際高校は帰国子女の受け入れに積極的で、全校生徒のうち3分の2が海外生活経験者だという。トラウデンさんは慶応、足立アナは早稲田と、揃って大学進学時に上京。ちなみに知念さんとトラウデンさんがスクープされたのは21年6月。西畑さんが知念さんと知り合ったのは21年の末のこと。足立アナが学生時代の頃から西畑さんとは付き合っていたという話ですから、トラウデンさんを通じて知り合っている可能性は十分ありそうですね。今年6月12日放送の、突然ですが占ってもいいですか?フジテレビ系では、占い師、シウマから好きなタイプについて、言葉の使い方が上手な人、頭の良い人などと言われ、ズバリ的中という表情を見せていた西畑。言葉遣い綺麗な方はすごく素敵だなって思いますと頷いていたとき、脳裏に浮かんでいたのは足立アナだったのは想像に難くない。美しくて何回も見てる、トラウデン直美、美しすぎる、ウェディングドレス姿。日本語、英語、ドイツ語のトリリンガルで、モデルだけでなくキャスターとしても活躍の場を広げているトラウデン直美。